あ,のあくまでもターゲットは右コーナーなわけですねだからアライメントは右コーナーでいいんですで単純にそのままボールが左側にずれてくるとスタンスは右コーナーまっすぐ構えてボールだけ左に置いといてそのままこう左に打ってあげるとこう簡単に左からスライスになると,と捕まったスライスが打てるのでオープンのスライスはやめた方がいいです 基本的にはだからあんまりこうスライスだからといって左向くドローだからといって右向くってことは本当はしない方がいいですね自分が狙うところにまっすぐ立ってドローフェードってやった方があの落下地点はあんま狂わないです。